八重姫は平安時代末期の女性。伊豆国伊藤の潮の豪族であり、頼朝の監視役であった伊藤助鹿の三女源頼朝の最初の妻とされる、頼朝の遺子千鶴御前の母。蘇我物語によれば、14歳で伊豆国へ流罪となり、在地豪族の伊藤助鹿の監視下で日々を送っていた。 よりともは、スケチカが大番役で上落している間にスケチカの三女、八十姫と通じ、やがて男子を一人設けて、千ズ御前と名付けた。千ズ御前が三歳になった時、大番役を終えて刑から戻ったスケチカは激怒し、親の知らない婿があろうか。今の世に、源氏のルニーを婿に取るくらいなら、娘を否認小事期に取らせる方がましだ。平家の咎めを受けたら何とするのか。 と平家への聞こえを恐れ、家人に命じて、千鶴をとどろきが淵に芝付つけにして殺害し、娘を取り返して、同国の住人、江間の小四郎に嫁がせた。さらに、頼朝を撃つべく、老頭を差し向けたが、頼朝の乳母、ひき二の参上妻としていた、助けちの次男、助けきよが頼朝に、身の危険を知らせ、頼朝は、助けきのエボ子親である、北条時政の屋敷に逃れたという。 時生の下で暮らすようになった頼朝は、やがて時生の長女、マセコと結ばれることになる。その後の八重姫については、受水自殺したとも、北条氏や千葉氏と縁を結んだなど、様々に伝えられる。上記の八重姫と、千鶴御前に関する記述は虚構の多い、蘇我物語や、軍記物語の、原平登場録のみで、頼朝の留人時代を記した資料はなく、伝承の息を出ない。 ただし、鎌倉幕府編参書である、東鏡の辞書4年10月19日上と、要は2年2月15日上に、安本元,元年の9月頃、スケチカが頼朝を殺害しようとしたところを、次男、スケキヨがそのことを告げて、頼朝が、そういう権限に逃れたこと、挙兵後の頼朝に捕らえられたスケチカが、御社によって除名されるところを、以前の行いを恥として自害したことが記されており、 頼りと助とすの間に因縁があったことは認められる。また、ホタテみちは、頼りと八重やの婚姻は助けち自身の意向であったが、頼りが助けちの縁石である、北条時政の娘とも関係したことに激怒したのが、襲撃の原因であると推測し、蘇我兄弟のあだうちの発端となる、工藤助常による、河津助け殺害には頼りによる報復としての、 性格があった可能性を指摘している。伊豆の国市中城に八重姫を祀った真珠院がある。伊東市大市町には、頼朝と八重姫が王政を重ねたという大市の森の大東神社、八重姫が千鶴丸を祀ったとされる左右系でらなどがある。ありがとうございます。